こんにちは、サラです。今回はですね、あの緑メイク再びなんですけども、今回さらにパーマアップして、緑コスメ縛りメイクしたら、赤みが消えてこうトーンアップして、透明感がすごすぎて、草になって紛れる説やっていきたいと思います。やっぱ最近こう眉毛のメイクとかしててもそうなんですけど、存在レスとかそういうのが流行ってるじゃないですか。なので、存在をちょっと主張しすぎないっていうのがトレンドだと思いますので、自然とこう一体化するっていうことを目標にやっていきたいと思います。で、今回は楽天市場で緑のコスメとか揃えてきましたので、早速やっていきたいと思います。で、楽天市場のお得な情報もお知らせいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあまずこちら、カラコン花火ワンデーのお梅丸。はい、こちらの緑カラコンつけていきます。すごい、めっちゃ鮮やかな綺麗な緑。はい、そして次、下地キャンディードールブライトピュアベース CC ミント使っていきます。これはですね、プチプラなんですけども、結構しっかり赤みをカバーしてトーンアップして見せてくれる下地です。グリーンのね、下地いろいろあるんですけど、かなりグリーン強めな方。はい、こっちが塗ってない方で、こっちが塗ってる方、もう下地だけでもかなり赤みが隠せて、ちょっといい感じです。はい、そして次、ファンデーションですね。ついにグリーンのファンデーションを見つけました。こちら、カバーマークのベーシックフォーミュラ E1 番。はい。開けるとね、すごくね、鮮やかなグリーンです。で、テクスチャーすっごいね、滑らか。すごい緑。皆さんね、普段メイクするときは、部分用の、赤み消しのコンシーラーとして使うのが一般的だと思うんですけど、今回はこれファンデーションとして使っていきます。とんでもない勢いで赤みが消し去られていきます。でもこれめちゃくちゃね、テクスチャー滑らかなので、広範囲の赤み消しにもとってもいいですね。はい、もうさっきの下地が可愛く見えるぐらい、とってもいい緑をしています。カラコン最初はめっちゃ浮いてるって思ったんですけど、なんかだんだんバランス取れてきてる気がするよ。で、塗りすぎるとムラになるので、少量ずつぼかすのがポイントですので、ぜひ皆さんやってみてください。めっちゃ緑、顔を緑にしたことで素の唇の赤みがとっても映えてます。はい、ベースメイクまだ終わりません、フェイスパウダーですね。こちらオクタード AC2 971番。はい、こんな感じのパウダーを使っていきます。やっぱりこうやってパウダーをはたかないと、草むらとかの大自然の中ではちょっと崩れやすかったりしますので、しっかりパウダーで崩れにくいようにしていきましょう。毛穴がね、綺麗にぼかされていきます。はい、これでベース完成です。私ね、結構目尻の赤みとかが気になるタイプなんですけども、綺麗にカバーされてます。はい、そしたら次、アイブロウですね。こちらリヌエアイブロウ L&P01 オリーブを使っていきます。こっちがリキッドで、反対側がパウダーになってます。じゃあまずパウダーから使っていきます。しっかり眉頭をぼかしていきます。あ、いい感じのモスグリーンで、あ、いい。え、めっちゃ綺麗。反対側リキッド、え、めっちゃ綺麗。ちょっとね、今日の私のベースメイクがコントロールカラー強めでいったので、アイブロウの色味大丈夫かなって心配だったんですけど、とってもいい感じに仕上がってます。で、ちょっと眉マスカラとマスカラ同じもの使います。こちらキャシードールのモンスーンマスカラ04グリーン、タイの灼熱とか雨季に負けない耐久カール&フルボリューム。もうこれこそ探し求めていたもの。やっぱりこの緑の色味も大事なんだけど、もうこれからは色味だけじゃなくて、この耐久力も大事ですから、これは素晴らしい。はい、だいぶ強めの緑になってます。これで眉マスカラもやっていきます。すごいセパレートでボリュームも長さも出ますね。待って、めっちゃ綺麗。はい、そしてアイシャドウ、こちらです。カラーポップの動物の森アイシャドウ、色がヌークインク。これね、めちゃくちゃ可愛いでしょ。買ってからね、なかなか使う機会がなかったんですけども、大活躍です、これ。はい、まずベースカラーこちらベースカラーなんだけど、結構暗めの大人っぽいカラーですね。で、締め色はこちら。
すんごい今まで見たアイシャドウの中で一番鮮やかな発色。かわいい。はい、下まぶたも塗っていきます。このアイシャドウ塗るときにアーモンドアイとかそういうのあるじゃん、それと同じ感じでちょっと葉っぱみたいな目元になるように意識して、アーモンドアイならぬ葉っぱアイ、葉っぱアイを意識しながらアイメイクをしていきます。はい、そして涙袋はこちら。涙袋はぷっくり見せたいので、このパールをねしっかりめにのせます。で、こちらのグリッターものせます。かわいい。これはモテちゃう。はい、そして次こちら。アイライナーは D アップのシルキーリキッドアイライナーピスタチオラテ。はい、ここも葉っぱアイを意識しながら使っていきます。ここはね、しっかり長さを出すのがポイント。かわいい。葉っぱっぽくなってきたでしょ？はい、そしてさっきのマスカラを使っていきます。めちゃくちゃセパレートに綺麗に塗れる。これはいい。はい、そして次リップ。こちら、プライマリーリップカラーのグリーン、高発色、美容液成分配合、選べる9色。はい、こんな感じです。ド緑。これはね、なかなかないですよ。もうプチプラ価格でこのグリーンが買えるのはすごくね、嬉しい。アイシャドウぐらい、高発色。なんかね、すごい気のせいだと思うんだけど、なんか、ミントみたいな匂いがする気がする。絶対気のせい。顔がめちゃくちゃ爽やか。テクスチャーはね、結構固めで、仕上がりはセミマット。でも乾燥しない。はい、ちょっとチークもこれでやっていきます。おぉ。もうちょっと中間的なグリーンがあったらいいな。はい、チャコットの MA15 番使っていきます。あ、これいい。いい、ちょうどいい。いい緑感。小顔に見せたいので、顔の中心にもグリーン味を入れていきます。いいね。かわいいよ。はい、これでメイク完成です。もう統一感がすごい。結構自然を感じられるメイクの仕上がりなので、キャンプ好きな男子とか、そういう人にすごい好かれそうなメイクですね。はい、そしたら今日のコーデもちょっと特別に紹介したいと思います。こちらです。じゃーん。やっぱり、こう、透明感とか儚さ欲しいので、この自然に溶け込む柄のコーディネートにしました。これね、セットアップの服なんですけど、帽子までね、セットアップでついてるの。で、しかも持ち運びにすごく便利で、こう裏返すとこんな感じで草コーデが簡単にできちゃいます。ちょっとね、着ていきましょうね。はい。こちら被っていきます。ちょっと前がどこかわからない。帽子あるあるですよね、前がわからない。これマジどこ、もう前とかないか、もはやここかも。はい。ちょっとね、うっすら見えるんだけど、メイクの意味。ちなみに私はここにいます。はい、これでメイク完成でーす。はい、こんな感じ。もうこれは完全に自然に溶け込んでます。色素薄い系メイク大成功。もうこれは普通のメイクしてたら絶対ここからもう浮いてたんで、これはもう大成功ですね。ちなみに後ろはこんな感じです。はい、ちょっとせっかく可愛いメイクしたので、ここを切り取ってきました。めっちゃ馴染んでる。はい、それではちょっと、どれだけ自然に溶け込めたのか検証したいので、夫を呼んでいきたいと思います。大輔。父ちゃんがいない。どこ行っちゃったんだ。皆さん、サラちゃんどこ行ったか知ってます？ここかな。こわっ、あったかそう。これ着心地めっちゃいい。めっちゃいいな。もううわ怖っ、こういうこと。当てるわ。緑だけでメイクしたら草に紛れる説。正解。いや、これはわかるよ。なんかすっごいおしゃれに見えてきた。やばい、目バグってる。やばい、すっごいおしゃれに見えてきた。これね、提供なんだよ。大変申し訳ございませんでした。どちら様の提供なのでしょうか。 VT 緑。緑だでしょ、つながったでしょ、全てが。いや、本当はね、外に行って撮影したかったんだけど、これさすがにちょっと、まあそうですね、通報されるからと思って、その社会通念というものがあるじゃん。
あ、さあちゃんだ。かぶってみ。さあちゃん。すげえ快適だから。本当、うん、どうなってるのこれ。ここに頭入れる。そうそうそう。なんか安心する。でしょ？なんかね、すごい安心するのこれ。安心する。でもやっぱほら、緑メイクしないと顔が浮くのよ。うん。そうだね。ほら。よく見えるもん。さっき本当に顔どこか分かんなかった。馴染んでたのもこれ。うん。じゃあ改めて VT さん本当いつもありがとうございます。大変申し訳ございませんでした。お邪魔しました。はい、ということでメイクを落としてきたのでスキンケアしていきます。もう草といえばツボ草エキスのシカ。で、シカといえば VT ということで、今回は VT のシカを使っていきます。はい、もう VT のシカはもうリップスとかアートコスメとか、いろんなね美容系メディアで70冠を受賞してたりとか、ランキングでもね1位常連なのよく見かけますよね。で、この緑のパッケージに虎の絵が描かれてるのもよくね薬局とかでも見かけると思います。そしたらまずこちらシカカプセルマスク使っていきます。こちらね、10分で角質や角栓の除去とトーンアップ効果のある優秀なパックです。個包装なので1回のね適量が分かりやすいし、あと旅行とかにもぴったり。今回お顔をねいろいろ塗りたくったのでこちらで癒していきます。これ保湿成分と緑茶パウダーが配合されたグリーンクレイでアボカドみたいな色をしてます。テクスチャーはクリーム状で硬すぎず柔らかすぎず伸ばしやすい。肌への密着力が高くて毛穴の奥の黒ずみとか、あと老廃物とか皮脂汚れを吸着してくれます。はい、塗り終わりました。もうこれが草メイクで良かった説、これでいいじゃん。はい、草メイク完成でーすって感じ。そしたらパックが乾くまで10分待ちます。はい、そしたら洗い流していきます。で、10分経ったんですけど全然バリバリせずしっとりしたまま、はい、こんな感じで洗い流してきました。しっとりしつつも角質ケアをしてくれて肌が明るい印象になりました。で、こちらは週 2,3 回の使用がおすすめです。はい、そして次がこちらシカレチ A エッセンス。 VT から新しいラインのシカレチシリーズが新登場しました。 VT の独自成分のシカヒアルロンとあとレチノールの組み合わせで負担を抑えながら毛穴ケアできます。で、低刺激なので敏感肌の方でも使いやすいです。で、このシカレチ A エッセンスにはレチノールがなんと 0.1% 配合されてて、これね、私発売されてから速攻で買いました。で、使い方は化粧水で肌を整えた後にレチノール初心者の方は 0.5 プッシュで、レチノールを使ったことがある人は1プッシュが適量になってます。私は使ったことがあるので1プッシュ取って顔に塗っていきます。乳液みたいなテクスチャーですごくね伸びがいいです。肌への負担を抑えながらしっかり毛穴ケアしたい人とか、レチノールを試したことがない初心者の方にもおすすめ。はい、そして VT はですねスキンケアだけじゃなくてコスメもあります。これねめっちゃ可愛いんですよ。こちらシカエアリーフィットカバークッションファンデ、こちらね春エディションで桜パッケージになってます。で、SPF50 プラス PA4 プラスなので紫外線もしっかりカットしてくれます。で、こちらもシカヒアルロンが配合されているので軽いつけ心地で肌にしっかり密着します。で、ノーセバムパウダー配合で汗や皮脂にも強いです。あとね、マスクにもつきにくくて毛穴をカバーしたい人におすすめ。はい、今ね楽天市場のスーパーセール期間中に購入できる VT の肌悩み解決セットがあるんですけど、今日紹介した3点を含めて8種類の商品が 70% オフの5990円で購入できちゃいます。で、紹介したクッションファンデもこのね春エディションで桜パッケージになったものがゲットできます。で、肌悩みに合わせて選ぶことができて、毛穴が気になる場合は毛穴レスセットがおすすめです。で、スキンケアからメイクまで揃っているので、まだね試したことないよって人とか忙しい主婦の方もぜひチェックしてみてください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。年に4回しかない楽天市場最大のビッグセールが3月4日から3月11日までの7日間限定で開催中です。この概要欄のリンクから商品を2000円以上購入した人が対象で、300円オフクーポンを先着順にプレゼントします。気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで、チャンネル登録と Twitter とインスタもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。